今一緒に海賊になる仲間をさ。でまさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前悪いやつだ。お前に逃がしてもらわなくても俺は自力で生き延びる。一ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放されることになった。何が何でも生き延びて俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあゾロが捕まった理由ってのは町の人を助けようとしたからなの？ええ、そのことでここの基地を治めるモーガン大佐という人を、あの人噂通りの悪人の。ノロナーゾロの公開処刑はひどい話だが、大佐に逆らえばこ一ヶ月こらえれば解放し決めたぞボビー。え、そん時はそん時だ。ゾロを仲間に誘うぞ。ロケット。はい、ここから先は立ち入り禁止だぞ。レオ、俺がゾロに会うんだ。ゾロのゾロの仲間か。こいつを捕まえろ。やれるもんならやってみろ。海賊の勧誘なら断ったはずだぜ。ほらルフィ、縄を解いてやるから仲間になってくれ。話聞いてんのかてめえ。俺にはやりてえことがあるんだ。誰が好んで海賊なんて下道になるか。別にいいじゃんか。お前もともと悪い賞金稼ぎって言われてんだから。世間でどう言われてるかは知らんが、俺は俺の信念に後悔するような。知るか。俺はお前を仲間にするって決めた。お前大事な刀取られたんだろ。そして俺から刀を返してほしけりゃ仲間になれ。何？タッチ悪いぞてめえ。よし行ってくる。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。Hush!
ゾロを処刑しろ。なんだと、約束が違うぞ。この守備を強化しとけ。あそこには貴重な海図があるからな。やばい、海軍がこっちに来た。知らないけど助かったわ。なんだあいつ。ここにもないよね。あったグランドラインの海図。やっと海図はもらったバギー。バギーってた相手が海賊なら帰ってね。ロロノアゾール、貴様の強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように、世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。何者なんだ。俺は海賊王になる男だ。ほら、お前の宝物どれだ。三本とも俺のさ。俺は三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に立てつく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい。てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならやってやろうじゃねえか、海賊に。
仲間のミシリーズの何かを肩につないで、ピストルがダメなら切り殺せ。とっととそいつらを始末するの。5人で、それにロロノアゾロ、あんな奴らと戦えるわけがない。弱音を吐いた奴は俺が死刑にしてやる。俺の部下に弱卒はいらん。してまでどうしてこんな無茶苦茶なこと。言ったろ、俺は海賊王になるんだ。敵は海軍だけじゃありません。ワンピースは世界中の海賊が狙ってるんです。死にますよ。いいんだ、俺がなるって決めたんだから。そのために戦って死ぬんなら別にいい。僕にもやれるでしょうか。海軍に入って偉くなって悪い奴を取り締まるのが。知らねえよ。いえ、やります。僕だっていつか海軍将校になってみ。夢をぶち壊しやがって。お前は俺がぶっ飛ばす。黙れ。偉い人間がやることは全て正しいんだ。身分も低い、称号もねえ奴らは俺に逆らう権利すらねえことを覚えておき。ゾロ、手貸せ。いや、セカンド。おう、任せろ。
そいつらを始末しろ。ピストルがダメなら切り殺せ。ゴムゴムの撃て。ナイスだろ。お安い御用だ、キャプテン。ルフィたちがモーガンを倒したことにより、シェルズタウンはモーガン結果的に町を救ったルフィたちであったが、実質町を救ってもらったことには一度感謝している。即刻この町を立ち去ってもらおう。じゃ、行く。ルフィさん、君も仲間じゃないのか。え、僕。待ちたまえ君たち。俺、こいつが今まで何やってたか。ルフィさん、とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど。やめてください。やったな、この野郎。やめたまえ。君らが仲間じゃないことは。わざとか。わざと僕にけしかけ、また僕を海軍に入れてください。中佐、私は反対ですよ。僕は海賊にやられた。大した猿芝居だった。あとはコビーが何とかするさ。